んにちは、みなさん。朝2時間ほどプールに行って、で、ゆっくりしてこれから夜ご飯を作ります。今日はとてもゆるゆるな月曜日。昨日2時まで起きてビデオアップロードして、で、寝たから、今日は月曜なんだけど、すごくゆっくり、何でもかんでもゆっくりやってます。今ね、クッキーを焼いてます。これはね、私が大好きな紅茶の葉っぱが入っているクッキーなんだけど、今回はジンジャーも入れてみたやつです。そうして、私が今日作ってるのはこれ。私が今日作ってるのはボッサム、韓国のあのお肉をさ、見える、これ お肉をレタスでこう巻いて食べる、これを作っております。なんか私まだハワイじゃないけど、ハワイの人みたいじゃない？私が夏もっぱら着るのはワンピースです。これコストコで買ったやつ。今何を作ってるかっていうと、コールドブリューを作っております。そうしたらですね、こういう感じになっております。そしたらこのアクを取って、だな、なんでこんなボケてんの。なんか今日入れるのはココナッツミルクをコーヒーに入れます。で、最近
痩せたいんだよ。でも痩せないんだよ。でね、私コーヒーは甘いのが好きなんですよ。あのブラックも飲めるんだけど、甘いのが美味しいんだよね。って言ってもそんなにちょいっぱい甘いの入れてるわけじゃないんだけど、そこでですよ。私ね、スティビアあんま好きじゃないわけ、味が。なんか強いじゃん。だけど、これ、私が普段使ってるのはこの、アガベシロップと呼ばれてるものなのね。そう。で、これは砂糖じゃなくって、このさ、写真あるじゃんか。これが多分アガベっていうと思うんだけど、まあ、プラントからできているシロップなわけよ。ね。で、私普段これを入れてるわけ。でもやっぱカロリーあるのね。だし、こう冷たいものに溶けるのが早いから、まあ、そういった意味でこれをコーヒーに入れてたんだけど、まあ、カロリーがあるわけなんですよ。ね。1ティースプーンで60カロリーだって。でもそれもさ、こうあんまり入れてなくてもこう重なっていくと多くなるわけじゃない？例えば1日に2杯とかコーヒー飲めばね、まあ重なるわけじゃん。で、私あんまりスティビアの味好きじゃないんだけど、スティビアはこれもプラントから取れた、スイートナーなのね。だけどスティビアに関してはあれなんだよ、カロリーがゼロなの。だからあのさ、よくお店にコーヒーとか行ってさ、パックに入ったシュガーにゼロカロリーって書かれてるの、スティビアじゃなかったらあんま、てかあんまっていうか使わない方がいいんだけど、これは、ナチュラルなものからできた、スイートナーだからさ、まあ、すごいおすすめです。で、私はこれを入れようと思う。でね、超少なくていいわけ。すっごい甘いから超少なくていいの。だから例えば私はこれぐらいの今コーヒーしか残ってなかったから、昨日作ったやつに、じゃん、うっ、ちょっと入れすぎ、まあ、ココナッツミルク、これただのココナッツミルクね、あのクリームとかじゃない。で、スティビアをこんぐらいでいいわけ。見える？スティビアをこのぐらい入れればいいんだよ。舌はうまいんだ。味はこっちの方がうまいんだ。だけどカロリーはゼロでスイートナーだからこっちなんだ。てかさ、あのフォーカスがマジでなんなん、ほんと。あ、マニュアルフォーカスになってる。もうカメラさんよ、めんどくさいな、これどうやるの。いつからそうなったカメラよ、は？いつからそうなりましたかカメラさん。なんでいきなりそうやってフォーカス変えてんの。ココナッツミルクがとても美味しいでございます。私ね、気づくとね、1日の 80% ぐらいはキッチンにいるんですよ。そうだから、キッチンの絵が今日多いんですけれども、あれですか、画が変わらなくてつまんないっしょ。いろいろ変えようと頑張ってるんですけどね、私。あ、そうだ、今こうやって温めてるじゃない。だからその間にですね、私はこのお肉を巻くレタスとかきゅうりとかそういうのを準備するんだ。いや、大きい、大きいですか。レタスちゃんはこのやば、レタスちゃんはこのカスコで買ったやつです。電池が切れそう。キュウリはこれだよ。
キュウリはこれだよ。私の顔いらないよね、いちいち。レタスは巻きたいからね、大きめに切るからこれ半分でいいんだよ。これはね、昨日うちの旦那が買ってきてくれたんだけども、アンコーズファームっていうスーパーがあるのね。コリアン系が多いかな。あとジャパニーズもいっぱい置いてるんだけどさ、そこのオーナーが作ったキムチなのね。ちょいっぱい入ってるでしょ。これうまいわけ。私のコリアンのお友達が、わ、ハエがいる。私のコリアンのお友達が、そうそう、あそこのキムチ美味しいんだよって言ってて、でそれからもあそこのキムチ食べてるんだけど、他も試したの。他のエイジャンのスーパーのなんかオリジナルっぽいキムチも試したんだけど、ここのが一番美味しい。さっぱりしてて、で辛いし、ソースを作んないといけないのよ。 OK。For the Samjang、 Samjang、 これが Samjang を作るらしい。私は Samjang、 Doenjang、 like、 多分これとコチュチャンと、あとごま、いりごまとガーリックと、あとセサミオイルだけでできるらしい。おお、いいじゃん、私持ってる全部。いりごまはないけど普通のごま買うから、それで、でガーリックはさっき全部使っちゃったんだけど、ガーリックパウダーがあるから、それ必要なのはこの子たちです。あといりごまはないから、このごまです。適当に混ぜればいいだけね。 OKヤミー。 OK したらこんな感じで、結構長く煮込んでるからもう大丈夫なはず。ということで切ります。
はとても美味しかったということで。はい。Listen, man. I'm gonna do it my way. No. Here. That's a spicy. Because it has a kochi. This is not good. No, try one then. Try one. Is it good? Yeah. No, no. Bam, bam. Gecko can open his eyes big and wide. Whoa! The sun has a sunny smile. Say cheese! Look, a frog stick out his long pink tongue. Blah! カエルがピュー子猫がピュー犬がピューバッタがピューウサギがカタツムリがダメか親子でピュンピュンお魚がピュン私もピュンおしまい。